100年後の医療。デジタル不死、脳の全データをデジタル化して保存し、体が死んでも意識を他のメディアに転送可能。自立型ホスピタルドローン。自立型ドローンが患者の自宅まで医療物資を届け、遠隔診療をサポート。自己修復型臓器。ナノテクノロジーで自己修復能力を持つ人工臓器が普及、臓器の劣化が消滅。 AI による完全自動診療。 AI が完全に自動で診療を行い、医師の介入が不要に、診断ミスがゼロ。全身再生医療。幹細胞とナノ技術を組み合わせた全身再生医療で、老化と疾患が完全に治療可能。シンセティックフード。必要な栄養素を完璧に含むシンセティックフードが開発され、栄養不足が解消。量子テレポーテーション治療。量子テレポーテーション技術を利用して病変動を瞬時に治療。 AI による全身スキャン。 AI が全身をスキャンし、隠れた疾患を早期発見。毎日の健康チェックが可能。自己複製ナノボット。体内で自己複製するナノボットが病気を予防、治療、メンテナンス不要。次世代ワクチン。一度の接種で全ての感染症に対する免疫を持つ次世代ワクチンが開発。人工知能による新薬発見。 AI が自動で新薬を発見、開発、臨床試験が不要。脳波制御型にし、脳波で完全に制御できる義肢が開発され、失った機能が完全に再現。全身健康モニタリングスーツ。全身の健康状態をリアルタイムでモニタリングするスーツが普及。自己調整型薬物。体内環境に応じて効果を最適化する自己調整型薬物が開発。ナノボットによる血管修復。ナノボットが血管内を巡り、動脈硬化や血栓を自動的に修復。 AI による完全自動手術。 AI が完全に自動で手術を行い、医師の介入が不要に。